松田学です。松田政策研究所の動画チャンネルはリアリズムということを非常に重視しております。で、まあ、同じ政策論もですね、やっぱりこの、実業界だとか、まあ、同じ経済を語るにしてもですね、産業界に実際にいらしている方、活躍されている方、そういった方々からですね、日本経済こうなんだと、あるいはもしかすると日本の政治はこうなんだというような生の声をですね、皆さんと共有するというのもこのチャンネルの大きな役割だと思っております。まあ、このところ韓国の問題で非常にヒートアップしておりますけれども、でもこの問題の根っこにあるのもですね、やっぱり私は日本の国力が相対的にですね、低下してきたと。この特に平成30年は、主要国の中で最も成長しなかったのが日本だというふうにも言われておりますしですね、かつて日本経済ピークだった時の株式時価総額で上位10社というのは日本の金融機関がずらっと並んでいたのが、今はアメリカの IT 企業、あるいは中国の、それも IT 企業であるということで、そこに日本が全然入っていないと。まあ、こういったですね、状況をどういうふうに捉えてどうしていったらいいのかという話を、今回はずっと産業界でご活躍されてこられた、横塚博さん、ついこの間までですね、一般社団法人情報サービス産業協会の会長、いわゆる IT の業界団体の、一番何と言いますか、権威のある団体と言われていますが、そこの会長されておられて、特に IT には造詣の深い方でありますけれども、横塚さんにいらしていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。横塚です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでまずちょっと今私申し上げた、日本経済の世界的な位置がですね、どんどんこの平成の30年間縮小してきて、例えばそういうのはどういうところに表れているふうにお感じになってますか？そうですね、はい、この30年間ほとんど、成長は鈍かったと、はい、いうことなんですけども、数字的に言うと、GDP で言うと、はい、日本はこの30年間、1.66 倍にしかなってないと、ね、ほぼずっと横ばい、はい、という状況ですが、米国、アメリカについて言うと、この30年間で 3.6 倍ですね、はい、中国に至っては20倍に、20.19 倍になっているという、この成長率が全然こう違うということが、まず大きな点ですね。で、加えて、すごく深刻だなと感じてますのは、スイスのビジネススクールの IMD が、はい、国際競争力を国別にランキングしてるっていうのがありまして、スタート当初1989年平成元年ですかね、はい、そこから日本は5年ぐらい連続して1位、はいはいはい、競争ランキング1位であったわけですが、なんと今年の発表では30位、63カ国中30位。そうです。中国、台湾は当然20位以内に入ってますし、お隣韓国も28位、競争力、国別の競争力が30位ということです。日本よりも韓国の上ってまたこうなんか1年で 5番ぐらい下がっちゃったんですけども、でその中に指標が相当数多くの指標があってランキングしてるんですけど、その中でそのビジネスの指標が46位で、これが足引っ張ってるんですね。ビジネスの方ですね、ですからかなり深刻で、なんとかキャッチアップしないといけない。そうですね、横塚さんもずっと最近まで担当されておられた IT ですね、はい、IT も私もこういう未来のお金っていう本出したり、サイバーセキュリティの本出したりして、この世界に数年前から東大の方で研究したりっていうことで携わっているようになってきて、やっぱり気がつくのは日本の IT の力がですねこれ一番今大事な電子データが付加価値の最大の源泉になっている時代において、日本の IT 力っていうのはどうなっちゃってるのかなっていう思うんですが、その辺はどのようにご覧になってますか？IT 力というと、いくつかの力があると思うんですけども、その IT をうまく使っていく、はい、という分野と、それから IT をどのようにうまく作るかっていう部分とあると思うんですけども、まずうまくその IT を活用して、ビジネスをうまく新しいモデルに変えていくとか、新しく業務プロセスを大幅に改革するとか、そういうことに関してはその IT の使い方が世界に比べると相当下手なんですね、という感じがします。例えば
マイナンバーをせっかくあの3年前ですか、そうですね、設定したのに、はい、その活用度合いといったら、はい、まあ、ほとんど大したことですから、ね、カード持ってる人は十数パーセントですね、あのカードが少ないから、まあ、いたしごっくなるかもしれませんけど、それ例えばその北欧の国々なんかは、はいはい、そういったそのマイナンバーみたいなものの ID を使って、はい、いかにその国全体を効率化して、そうですね、いかにその少ない人数で国を運営していくかと、はい、いうことに、まあ、真剣に取り組んでますし、まあ、お隣韓国でももう全員の番号がもう、はい、あの10年20年前から振られていて、はい、それで確定申告は全部もう国のコンピューターがやってくれる、韓国ですらそうなってますね、でも医療としっかりこうくっついて、そうですよね、いろんな形で効率化を図られてるんですが、うん、まあ、このマイナンバー一つとってもこのなんか徹底して使おうっていうこのあれがね、はい、使い方が下手っていうかね、中途半端なんですよね、そうですね、はい、だ本来はこういう IT でそのビジネスなり行政なりそういったものを構造改革してより良い、より効果的、より効率的なものにしていくべきなのに、なんか番号は振ったっていうだけでそのなんかその次へ進めないとか、あのせっかく IT を使ってるのにハンコも併用しようとかですね、いまだに実印がどうだったかもうなんかもっと徹底した IT にこう寄っていくっていうような姿勢になかなかなれないんですよね。どうしてなんでしょうね、 IT 業界にご覧になって、そこのあたりの原因っていうのは。で我々 IT 業界からすると、はい、それを決めるのは、はい、その行政なりその企業であればビジネス側、はい、ユーザー側、ね、ビジネスの戦略としてそうやってほしいと、はい、いうことを、まあ、IT 側としては結構訴えてるつもりではあるんですけども、まあちょっと訴え方が弱いのかもしれませんけども、まあどっちもどっちっていうこともあって、で加えて一般的な企業ってそのなんすかね、 IT は理科系、ビジネスは文化系みたいな、なんかそのテクノロジーに対してややその重きを置かないって言いますか、なので、IT について言うと、その企業の中でエンジニアを雇うんではなくて、はい、外部の、まあ、IT 業者に、はい、委託するとか、はいはいはい、という形でこう自分のビジネスの中のコア、はいはい、テクノロジーだっていうふうにあまり認識していない、それ一体なぜそうなったのかっていうのはちょっとよく分かんないんですけども、今回のそのデジタルっていうこの嵐の中で言っても、はい、このデジタルっていうものをなんとなくこう一つの IT のそのなんかちょっと、うん、あの進んだものみたいな形で、はいはい、まあ人ごとのように扱っている、しかし、そのデジタルそのものがそのビジネスモデルそのものをこう大きく変えていくっていう、はい、もうそういう時代の中で言うと、その企業の経営者側あるいは戦略を作っている方がこの IT っていうものをどううまく活用するかっていうその考え方、はい、発想、戦略、うん、これがあの ないっていうのはどん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 決定的にその企業の競争力を落としている一つの要因、戦略性、基本的な戦略性、ね、戦略性はね、なんでないのかよく分かんないんですけどね、深刻な問題ですね、IT 産業だけの問題じゃなさそうですね、これですね、なんか IT っていうとすぐね、パソコンだとかね、はいはいはい、スマホが触れるとかね、はいはい、お前 LINE をやってるのかって、ね、そういう話になるけど、そういう話じゃないんですよね、なるほど、なるほど、テクノロジーで自分の会社のビジネスをどのようにして価値を上げていくかっていう話なので、なるほど、なるほど、戦略ど真ん中のはずなんですけどね、なるほど、それあのちょっと少しじゃあ日本の産業一般の話もちょっとしてみたいと思うんですが、あの横塚さんはいろいろとあの先ほど あの私が紹介したあの、IT の業界団体の中でもいろんなご意見をお述べになられたということでお聞きしたところは、やっぱりあの新しい時代がこう始まってるということにどう対応するかっていうお話をされてるというふうにお伺いしたんですけど、新しい時代ってまずどんなふうな時代なんでしょうか、で今まさにデジタルと言いますか、はいはいはい、デジタルトランスフォーメーションという言葉が、はい、まあ、世界を駆け回っているわけです、はいはい、で、まあ、あの GAFA を筆頭にしてそのデジタルテクノロジーによって、まあ、新しいビジネスを作って、はい、まあ、それでその大きくビジネスを拡大していく、はい、まあ、そういう企業はあちこちにこう世界中に現れているわけです、うん、
で例えば日本でもそのトヨタ自動車さんのように自動車を製造して販売してきたっていう会社さんが、それだけではダメで、移動サービス、移動サービス、ね、マーズとかって言い方してますけど、モバイルアザサービスっていう、はい、その、あれですよね、そのお客さんがなんで自動車が欲しいと言ってるかというと、まあ、どうしても運転したいから自動車が欲しいって人はそんなにいなくて、そうですね、やっぱりこっからこっちまで移動しようとか、旅行したいとか、はいはい、通勤したいとかって、ね、この移動したいっていうのがまあ本来的な、まあ、あの要望、あの要望なわけですけども、はい、それに対して直接的にその移動サービスっていう形で、そのお客様のその希望にかなえるようなサービスをしていく、これがもう今のそのデジタルのその本質的な部分なんですね。つまり、はい、そのデジタルテクノロジーがどうだっていうことよりむしろ、この21世紀に入って、はい、その物がこう溢れてきた中でお客様の考え方がなんかその物が欲しいとかお金が欲しいとかっていう、そういう時代の20世紀を超えて、今はもう自分が本当に価値があるなと思うもの、はいはい、そういうその自分の心が満足するような、そういうそのサービスが欲しいっていうふうにお客様自体がもうどん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 こう変わってきているので、そのお客様が本当に望んでいる価値をサービスとして作っていける企業だけがその大きくビジネスを拡大するっていう、まあそういう時代に入ってきてるのを、まあデジタルトランスフォーメーションっていう言い方をしてるわけです。デジタルトランスフォーメーションっていうことですね、はいはい、なるほど、はいはい、でうっかりするとデジタル技術で何かすればいいんじゃないかって誤解をする人がすごく多いんですけど、そうじゃなくてこのデジタルの時代においてお客様がこう変わりましたよね、はい、なので我々のビジネスモデルもそのお客様の価値づくりに貢献しないといけないと、はい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 、だからあえて言うとその企業の強みを生かして、はいはい、企業の強みを生かした製品を作れば、うん、お客さんが買ってくれるっていうその20世紀型のその考え方はもうとても古くて、うん、もう通用しないと、はい、なるほどなるほど、お客さんが本当に何を望んでるかということにこう刺さっていけるような、うんうんうん、まあ、そういうあのサービスを作っていかないと、うんうんうん、あのお客さんが本当に反応してくれないっていうふうな新しい時代に変わっちゃったので、なので、その世界最大のトヨタ自動車さんも、はい、そういう新しいサービスに、まあ、徐々にですけどね、きっとシフトしていくっていうことを、まあ、決断されて、もう何年か準備をされてると思いますけども、まあ、そういうことが、まあ、世界中で動き始めてるので、はい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 、デジタルっていうものをあまりそのテクノロジーとして思わずに、うん、そのあの企業の価値をどう作っていくかっていう観点で大きくそのパラダイムがシフトしたっていうふうに捉えて、はいはい、我々どう動くべきなのかっていうのがまさに新しい時代というふうに、かつて日本の強みって何かって言った時に、日本はあの現場でこのすり合わせをこう普段にやってですね、うん、同質の的な人たちがお互い理解し合って、うん、あうんの呼吸でぴったりとしてですね、うんうん、でそれに一番向いてる製品がセダン型の乗用車であるということで世界中を席巻したということが、この技術体系がガラッと変わって世界中から汎用的な部品を寄せ集めて、寄せ集め型っていうのが IT そのもので、でそれは日本は得意じゃなくてアメリカや中国が得意だというふうなことを言われたこともありますけれども、でまあその説の正しいかどうか別としても、日本がこのものづくりというか現場でのものづくりというものにこだわりというところの強さだった時代っていうのがもう大きく変わっちゃったっていう、うん、だからその本当に作ってるものがお客様が本当に望んでいるものであれば、そうですね、うん、いいわけですが、そうですね、必ずしもその、そういうことではなくなってきているっていうことを認識すると、その欲しくないものをこう、はい、なんか少し機能だけ増やしてみてもですね、日本の製品は非常にオーバースペックっていう、そうですね、別にいらないのに後進国、開発途上国の新興国の方々こんなにあってもしょうがないっていうのがたくさんついてるに比べると、そういう方々でも安く手頃にっていうのがだーっと普及しちゃったっていう話聞いたことある、うんうん、そうなんですよ、はい、だからその、なんか
機能をどん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 足していって、はい、なんかどうだどうだと言ってる間に、はい、いや実はお客さんは本当にシンプルなものを望んでいるっていう、はいまあ、そういうことになってるケースも多いですよね。なるほど、うん、あの顧客のニーズをちゃんと掴んでいくっていうのは、まあ、おそらく昔からそれ大事なことだったと思うんですが、うん、そこはデジタルという、まあ、新しい、まあ、デジタルという世界がそれをサポートするっていうことになるんでしょうか、うん、そうですね、そのあた部分ですね、はい、ですからデジタルってやっぱり趣旨としてはそのお客様が本当に望んでいるものは何かっていうものを正確に掴もうっていうのがまあデジタルっていうそういうパラダイムなわけです。なるほどなるほど。で今まではそのなんかこういうお客さんもいるしこういうお客さんもいるしあのお客さんはこんなのがもうちょっと足してほしいと言ってるしっていうんであのお客さんの声をバーッと全部聞いてこんな複雑な商品にしてしまいましたみたいな、で結果じゃあそれが今ちゃんと生きるのかっていうと、はい、もうほとんど受けないと、うん、そのなんかあれですよね、余計なこと言うとあの電車でもなんか準特急があって準急があって、はい、普通があって、はい、急行があって、はい、一体どの電車どこの駅に止まるのかが分かんなくなっている。本当そうですね、うん、それはきっと多分いろんな方のご意見を全部こう集めたらそうなっちゃったんだと思いますけ ど、はいはい、そういうことをそのお客様の声を聞くっていうことではなくて、うん、本当にそのお客様にとってどういう価値があるか、うんうん、をもう一遍そのよくお客様の行動を分析して、うん、なるほど、でこっちで考えるんじゃなくてお客さんにずっとこうとことんあの付き添って寄り添ってこう考えていくっていう、うん、それでこうお客さんのその思いをできるだけデジタルに我々として捉えて、うん、それをこうあの企業間で共有してで実現していく、うん、そういうことですね、それがデジタル時代っていうことだと、ね、昔あのあるところで日本のこれからの将来像っていうのを議論した時にですね、日本の強みは何だっていう時にですね、まあ、あの層の厚い優秀な中間層っていうのは一つ、これはもう皆さんが指摘することですが、うん、もう一つ出てきたのがですね、あの極めて層の厚い質の高いマーケットっていうのがあったんですね、うんうん、で、まあ、あの東京中心にですね、あの半径100キロ圏内に5700万人住んでると、うん、でまあこれ物理的なもんだだけじゃないと思いますが、そうすると日本では消費者が非常に細かいクレームをつけてくるんだっていうんで、そうなりますよね。で日本で売れたものは世界でも売れる、つまりお墨付きを得るために日本でまずあの販売してみるっていう、そういうマーケットとして位置づけられていた時期、まあ今もどうなのか分かりませんけども、でそういう意味で日本って結構消費者がいろいろうるさいことを言って企業は答えてたっていうところはあったんでしょうけど、それが過剰だったっていうことなんでしょうか。ですよね。なるほど。今だから世界のいろんな企業は日本に来ないですもんね、はいはい、あこれもこれもう うるさいし人はどんどん減っていくし日本に合わせてたらその世界では売れないと、なるほど、そうなっちゃったと、うん、だからちょっとそういう意味でもなんですか、トゥーマッチなガラパコス、はいはいはい、すみません、かつては強みだったのが今弱みになっちゃっている、ね、かつ人はどんどんどんちゃん減っていくわけですから、なるほどなるほど、世界の企業なかなか出てこないですよね、日本に。そうですね、で今おっしゃったことで言えば今ガーファですよね、はい、一番その個人のニーズにあの情報を集められる、ただしかし個人情報の問題は非常に叩かれてますけれども、うん、その辺っていうのはどういうふうに考えていったらいいんでしょうか。それはやはりその何ですか、その個人情報をいかにこうきちっとした形で、あのそのお守りし、その他のことにあまりこう利用しないって言いますかね、それはもう当然のことですから、ルールをきちっとしないと、そのルールをきちっと、まああのヨーロッパでもいろんな形でルールが今作られつつありますから、まあ、そういうことにきちっと従うっていうのは当然ですよね、はい、当然、そうですね、当然ですけれども、そういったお客様の情報をしっかり掴んで、うん、そのお客様に対応するっていうのがこれからのビジネスなので、はいはい、うん、お客様の情報は一切取らないっていうのはそれはもうありえないですよね、まあ、やっぱりあのガーファ的な側面っていうのはどの産業でも、もう深く深く
不可欠になってきたと、車ですらそうだということですね、なるほど。それからの大きな人類社会、今のいわゆる産業のパラダイムシフトもあると思うんですが、社会全体がですね、やっぱりこの持続可能性とか、そうですね、あと経済でもリーマンショックの後に同じような金融主導型経済ではなくて、もう少し別のパラダイムということをみんなで言いながら、なかなかうまくこう答えが出てきてないっていう感じがしますし、から地球環境の問題もそうですが、それと産業との関係というのはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。お客様が本当に望んでることをしっかりビジネスとしてやっていくっていうことになると、はい、じゃあ一体それのサービスって一体何かっていうと、かなりその社会課題をいかに解決するかっていうことのテーマとかなりこう重なってくるんですね。なるほど。お客様が本当に困ってるっていうのはまさに社会課題なわけですから、社会課題そのものの解決がビジネスになれば、これはビジネスにとっても極めてサステナブルになるっていう一面と、それから今おっしゃったようなその世界的に言えば人口が80億、90億になり、今のままだったら国連に言わせれば2030年にはもう地球はもう破滅するというように、我々がその20世紀の間その工業化社会っていう中でその地球をこうどん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 汚してきた、そのツケがまあ温暖化とかいろんな形で回ってきていて、まあ非常にこの間の台風15号もひどかったですけども、文化とか進んでるがゆえに逆にそういった災害の大きさがむしろ逆に大きくなってきているということもあって、やっぱり地球っていうかその自然が我々に対してお前ら何とかしろよとは言っているわけで、なのでそのビジネス側のサステナブルが社会課題の解決だってこともあるし、我々の責任として地球環境なんとかしないといけないし、プラスチックなんとかしないといけないし、そのフードロスなんとかしないといけないし、そういうことがまあ我々の責任でもあるので、こうちょうどこの我々の責任もあるし、それがこれからの新しいビジネスのテーマでもあるし、この社会課題を解決するっていうことの価値創造、これが多分これから企業に企業 の, その役割ミッションとして明確にこう定義付けられるような形で進むべきじゃないかな。そうですね、でその点で例えば欧米の方がその点の認識はかなり進んで、ヨーロッパは大きいですよね。そうじゃないでしょうね。で日本は どちらかというと銀行は担保主義だとかですね、目先の債権保全だとか、利益にこだわる傾向が強いような気がするんですけど、その辺どうなんでしょう、日本の場合はですね。でも JPBB っていうね、その、要するに金融機関でも、地球環境に優しいとか、その社会課題を解決する企業にだけ、金融機関としては融資したり投資したりしていこうっていうような、そういう金融機関の集まりみたいな動きも出てきてますので、ですからそのまた最近若い方もすごくこう、ある意味、なんだろうな、社会課題を解決するっていうことをやってる会社になるべく勤務したいとか、そういう仕事はなるべくしたいっていうのが結構の最近この20代30代の子にすごく拡大してきてるので、そういうモードが今どーっとこう増えてきていて、すごくいい感じだなって。なるほど。で、これも各企業全部共通する、例えば日本企業って私の、いろんな議論してきて、やはり終身雇用制で22歳の時一括採用してそれでみんなで一斉にっていうですね、である年齢になったらピタッとお前やめろと、でも長寿化しているということですね。でこれがどうも各人 その才能を伸ばすとかですね、プロフェッショナリズムを生かすとか、それが十分できない原因になっているというのは皆さんようになってると思いますが、どのようにご覧になってますか。やっぱりね、私も大企業の社員で終身雇用してもらったので私は言える立場にないんですないんですが、大企業のサラリーマンは終身雇用が保障されているので、自立性が少ないですよね、全然自立してない、一人で何かこう新しいものに立ち向かうっていう気力も迫力も能力もない、そういう意味ではなるべくこうなんだろうな、欧米のようにその、
雇用が流動化する、うん、で一人一人が能力をつけて一人一人がしっかりこう自立した形でいろんなあのビジネス仕事をしていくっていう、まあ、そういう社会になっていくっていうのは、うん、いいことなんだろうなってあの思います。もう私終わっちゃったんだよ。いやいや、あとやっぱりあの工業化社会パラダイムっていうのがずっと続いてきたんでしょうかね。ですね。でこうピラミッド型にして、はいはい、で偉い人が少なく部長が一人いたら下に課長が5人ぐらいいて、はい、その下に担当者があの何十人とかって、こういうふうにしてで情報だけは上が持って下に情報を与えない、下は滅私奉公で働くみたいなね、はい、これじゃない創造性もクソもないですよ。なるほど。いわば私は日本の特殊戦後の現象じゃないかと、戦後システムじゃないかと私は思ってるんですが、どうもそれで20世紀は良かったんでしょうけどね。そうそう、20世紀はその日本のシステムがちょうど合ってたっていうか、ところが今それが全くあの逆に足かせになってしまってるっていう、これがね、はい、そこをどう解決したらいいんでしょうね。例えば組織とか会社でこれから考えるべき変革のあり方とかいかがでしょうか。いやこれはね相当深刻だと思います、はいはい、そのピラミッド型にがっちり固まってるところにはまって20年、はい、30年仕事してると、はい、もうそこのこう生活にその、はい、自分のことを棚に上げていると、はい、はまっちゃってるので、その勉強しなくなっ勉強しない、うん、それからよその会社の人となかなかお会いするチャンスが減って、うん、なんかそのあるいは、家と会社の行き帰りで会社人間になってしまっているので、はいはい、生活者の感覚を全く失っちゃってるんですよ。そうですね、だから生活者の本当の喜びとか、はいはいはい、あのそのご希望みたいなものを、うん、本来我々も生活者なので、そうですよね、生活者感じるはずなのに、全くそのこういう感性を全部会社の中で切り取られて切り取られて全部こう滅私奉公になっているっていう、だからねこれは相当その会社の組織なり人事制度なりガラッとそのピラミッド型でない、そのいわゆるその企業ビジョン、そのなんか職制でガバナンスするんじゃなくて、こういう夢をみんなで持とうよと、この夢に向かってうちの会社は進んでいくんだぞっていう、そういう、こう企業ビジョンでそのみんなの集団がこうあの目的を持って動き出すような、新しい形のその企業運営、なるほど、組織、この自分の企業がその企業として伸びていく、みんなで頑張れば伸びていくっていうのが高度成長期の皆さんの夢だったかもしれませんけど、これからさっきおっしゃった社会的課題、そうなんですよ、貢献していくと、売上をいくらじゃなくて、こういう社会課題をうちの企業は解決するんだっていう、こういう夢でみんながまとまれば、もっと楽しい、なるほどなるほど、もっとこう面白い豊かな仕事にも変わっていけるし、一人が自分がやってることで生きがい感じられる、そうなんですよ、ですね、売上じゃ生きがい感じないですもんね。そうです、数字ですからねなるほどなるほど。そうすると若い方々に、例えば今の横塚さんが、まあ、なんかの社長だとか言ったりしたら、若い方どんなメッセージを、やっぱりね、これからは個人の時代だっていうふうに思うんですよ、はい、個人の時代、個人、はい、もう個人が世の中いっぺんに変えられる、だからもう全然その世の中はどうのこうのって言わないで、その例えばエンゼルスに行った大谷翔平だとか、あれでもう大リーグに誰もいない二刀流を彼はやってのけた、あるいは藤井聡太の将棋の七段、彼一人入っただけでその将棋界があれだけ盛り上がって、あれだけその将棋やりたい子が増えている、一人の個人のその活躍で世の中が変わるわけですよね、だからもう皆さんもう本当にね、じゃあ私はもう徹底してこの防災をやるとか、この避難所の体育館があまりにもひどいから、この体育館の避難所をこういうふうにしてこのプライバシーを持った方に変えていくとか、だからみんな思いをきっと持ってると思うので、あの僕らおっさんが応援するので、なんか伸び伸びとね、やってほしいなっていう、
感じしますね。それと今まで日本のもうとにかく企業がその人の人生を、まあ、ゆりかごから墓場みたいにバンって言ったって言うわけですけど丸がかりで面倒見てくれたって、それがもうそういう時代でもなくなって、で自分のこの自分のアイデンティティとはこの企業だっていうことでやっぱりでリタイアした後も長い人生ありましてですね、そうするとやっぱり一人一人が企業を超えた自分あるいは企業の外側にも自分があるっていう、持って別の意味で持っていかないといけないと思うんですけど、それはどんなふうに。いやもう本当にそう思います。確か岡本太郎さんだと思うんですけども、はいはい、彼は、ある方から職業は何ですかって聞かれたと、はいはい、そしたら彼は何と答えたかというと、はい、職業は人間です。おー、なるほど。はい、人間として、はい、まあ、今こういう仕事をする、次はこういう仕事をする、はい、それは一つのその仕事であって、はい、まあ、元々はこの人間、はいはい、俺たちは一体何のために生きてるのかっていう、そこを常にこう持つっていうことにきっと価値があると思うので、なるほどなるほど、職業人間ですって言っていろんな楽しいことにチャレンジするっていう、まあ、こういう時代になってほしいなっていう。そうすると一つの企業を超えて、例えば企業を超えたそのネットワークを作っていくとかですね。そうですね、大いにやんないといけない、もう一つの会社で何か解決できるものはないですからね。なるほどなるほど、そういうことをこれからもっともっと考えていくと、まあ、社会的課題解決というのは、私昔課題先進国って言葉ができた時にその作った人たちの仲間が作ったんですね。で横山さんっていう方がいて、マッキンゼの東京社長だったんですが、で日本は世界で最初に課題に直面する国だったんだから、これを解決することによって課題解決先進国になれば、その分野で日本は永続的な半永続的な優位が得られると、いろんなビジネスモデルも日本から出てくるし、マーケットも世界に広がっていくんだということなんですが、それ言われてもう20年くらいなんですけどもですねあんまりその日本が解決モデルを作った、まあ、もちろん日本ってやってることをみんなが見てなんとなくかっこいいクールジャパンっていうので世界にいつの間にか影響力発揮してるのあるんですけども、じゃあどこで課題先進国で実績を上げたかっていうと、まだちょっとあまり見えてないような気がします ね。だからそれは一人一人の今日のお話聞いて思ったのは、一つ一つの会社なりあるいは一人一人の社員がまずその人間として社会の課題に向き合うというのが結局は利益につながっていくという結果的にね。それはこう継続するために利益が必要なんであって、人をこうなんかね、落とし込めてでもなんか利益上げたいっていうことではないのでね。はいはい、そうですね。まあ利潤追求型の株主資本主義というのが行き詰まってるというのは多くの方々感じてるなんですよね。ですよね。海外でも SDGs とかいろんな動きが、ね、国連とかもやってますが、やっぱり日本の企業もそこの流れに乗って日本ならではの課題解決というのを作っていくということですね。そのビジョンを各企業が、はい、持っていただけると、はい、うちの会社は2兆円企業になるとかっていう数字の問題じゃなくてね、はい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 、こういう課題について解決していくっていうことを企業ビジョンとして持って、はい、全社員がそっちへ向かって動いていくっていうことになると、うん、その社会課題の解決っていうものが企業っていうエンジンを使えるようになるので、はい、まあ、行政だけじゃちょっともう苦しいんですよね。そうですね、おっしゃる通りですね、はいはい、企業も一つのエンジンとして社会の中なんですね、はい、最後にですね、私この本で若干こうブロックチェーンだとかですね、まだまだIT 業界もこのいわゆるブロックチェーンに十分向き合ってないんじゃないかと日本でいうからですねそういう意味でちょっとそういった啓発も兼ねていろんな活動をこれからしたいと思ってるんですが、その時にいろんな方に今話聞いてるんですが、面白いなと思ったのはブロックチェーンという最先端技術があって、いずれブロックチェーン革命がこれからどんどん進んでいくんだと言われている割には、ブロックチェーンを使ったらこんないいことがあったって事例はあんまりまだ出てないと、ですからまだブロックチェーン自体がまだ黎明期の技術 でむしろブロックチェーンをどう使ったらいいかをクリエイトすると、そっちのクリエイトの方が大事 でそれってブロックチェーン技術の発想をですね学ぶことによって、その発想で社会的課題解決に向き合うことで、そのブロックチェーンを使うビジネスが、クリエイトされて、そしてそれに向けてブロックチェーン
が進化を遂げていくんだという、そうですね、話を聞いたんですけど、いかがでしょうか。いや、だから技術からスタートしちゃうと、ろくなことないんですね。なるほど、うん、だから発想はまあ持っといて、でそういう発想の中でどういう社会課題がこれに、はい、うまく解決できるのかっていう、はいはいはい、その社会課題のどこを解決するのかってことをまず考えて、はい、次にブロックチェーンなり AI なり技術をどう使うかっていう、そういう順番で考えないと、この技術何に使えるかなと思った瞬間に何も創造性は生まれない。なるほど。どうも多くの、まあ、いわゆる IT あるいはブロックチェーン関係者もまだまだそっちのこの技術どう使ったら儲かるかというかまだそういう感じが多いですよね。それでうまくなんか創造性が生まれた試しはないんですよね。なるほどなるほど。人間っていうのはやっぱり人のために何かしたいと思わないと創造性って生まれないので、なるほどなるほど、なんか儲けようっていうね、姑息な考えじゃ無理ですね。なるほど、まあ、これはみんな多くの方に聞いていただきたい話だと思います。横塚さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。すみません、勝手なことを申し上げて、とんでもございません。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。